この時間はラジオの前で乙女モード、乙女心シンドローム、田村ゆかりです。今週からルビが振ってありますね。ルビを振るのルビって宝石のルビーのことだって知ってたって、本当に？なんで？どういう意味？その情報だけ聞いてもモヤモヤするだけなんだけど。文字の大きさを宝石で表す？表していた。名残。え？じゃあ他のフォントの大きさってことでしょ？で、これがどの大きさかわかんないけど、サファイアとかのやつもあったの？へぇ、知ってました？え、親方知ってたの？ちょっとなんか、はにかんでるけど。そうなんだ。へぇ、ゆかり全然知らなかった。声がガラガラです。これもね、朝だからとかそういう問題でも何でもなくって、ちょっと声がガラガラなんで聞きにくいところもあるかもしれないなと思いますが、ちょっとだけテンション高めに頑張って喋っていこうと思ってます。はい。それでは今夜もゆかりの乙女心にお付き合いください。